これうまいです。はい、来た。あ、聞こえてないかも。あ、これも、はい、聞こえてない。あ、聞こえました。うん、聞こえる。みんな9出すから待ってな。この番組は、JR 武蔵小杉駅より歩いて2分武蔵小杉ワープレスビル1階サテライトスタジオより生放送でお送りしております。ユーストリーム内同時配信をしております。ユーストリームドリームキングダムで検索していただきますとスタジオ生放送映像がご覧いただけますのでそちらでもお楽しみください。タワープレスビルね、はい、始まりました。 KB タイムです。本日はめちゃめちゃ可愛いゲストを呼びました。でゲストの方にちゃんとあのサブタイトルを決めてもらってやってますのでサブタイトルと自己紹介をお願いしたいと思います。はい、じゃあサブタイトルの方せーのでいきましょう、はい、せーの、コスプレイヤーザ・ザ・ダンカイ。今ちょっと間違えちゃってザ・ダンカイって言っちゃった。では自己紹介の方をですね、一人ずつしていきたいと思います。私が、頭は子供、体は大人、猫科の珍獣プリンセス羽生ゆかです。ゆかにゅんと呼んでください。よろしくお願いいたします。ひらがなでリアと書いてリアです。普段は今年からですね、イベントを主に、活発的にコスプレ活動をしています。よろしくお願いします。ちょっと緊張して噛んじゃった。はい、天使の天と書いてちゃんと読みます。ちゃんです。よろしくお願いします。普段は大きめのイベントにコスプレで参加しながら秋葉で撮影会などやってます。あ、ちょっと私が普段の活動をね、ちょっと言わないで飛ばしちゃったんですけれども、普段ライブ活動をこれからメインにしようとしつつ撮影会などで活動していて、またグラビアも、やってます。そして企業コスプレイヤーなどコスプレの活動もしていていっぱいやって、すいませんでした。はい。今日はもうこの3人が楽しい愉快な番組を作ってくれるんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、じゃあちょっとあれだね、少し掘り下げて自己紹介などなど、なんかこう得意なこうコスプレをね、3人ともやるんですけれども、うん、得意なコスプレとか、あと、うん、好きなコスプレをちょっと聞いてみたいなと思ってまして、ジョンちゃんどうですか？私は普段アイドルマスターがすごい好きなので、アイドルマスター系を結構やってたりします。あとは好きなものをなんかちょこちょこ。なるほどなるほど、うん、アニメがメイン。そうですね、大体アニメがメインでたまにゲームだったりやってます。リアちゃん。あ、私は、あんまりこれといって全部決めてなくて、なんか好きなものをちょこ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 やってる感じですね。最近だったら金色の闇ちゃんとか、トラブルの闇ちゃん、ちょっとエッチのは嫌いですとか言いながらやってます。なるほど、はい、コスプレイベントとかは行ってますか？行ってますね、うん、次だったら池ハロとか。ああ、行きます。ちょっと池ハロいいですね、はい、ちょっとじゃあまた、次の雑談の時に詳しく掘り下げようと思います。、うん、はい、私は、普段はコスプレといっても撮影会で使うようなメイドさんだったりとか、バニーさんだったりっていうような普通にコスチュームなんかメインなんですけれども、うん、たまにねキャラコスもやりますね、うん、はい、ハイレグキャラが似合うらしいのでハイレグばかりやってます。スタイルがいいからね、下半身しか育たなかったんで、はい、そんな感じでやってますね、うんうんうん、いや、アイドルマスターが私はあんまり詳しくなくて、はい、ちょっと良さを語ってほしいです。アイドルマスターは、まあ、ラブライブとかも結構アイドル系のアニメが最近多いんですけど、アイドルマスターはこう事務所に入ってプロデューサーと一緒に二人三脚でこうナンバーワンアイドルを目指していくっていう本格的なアイドルアニメなので、すごい私もライブ活動してるので、うん、自分と重ねる、重ねてすごい見れると思います。リアちゃんの、好きなキャラクターとかも、うん、こんなのがっていうのがあれば、うん、一番好きなのとか。一番好きなの、うん、一番好きなの決められないよそんなの。今までで一番やったコスプレ、今までで一番やったコスプレの中で好きな
キャラクターどうしよう、全部好き。あ、でもやめない。いや、すごい、すごい。まあまあまあ、なんかその、うん、あれなんですよ、この3人は、私が10月15日に、主催をした、ハロウィンコスプレイベントで、コスプレの、ね、コンテストに出てもらってあのハロウィンにちなんだコスプレをしてきてもらった中で、あのおイケてるかわいいみたいな感じでこう、ね、あの審査員の独断と偏見で選ばれたお二人なんですけれども、あのその時の、ね、コスプレのポイントとかちょっともう一回あの、はい、もう一回あのおさらいしたいですね。どうしよう、はい、うん、あ、猫だったの、すごい覚えて、リアちゃんが猫だったの。そうそう、シャ猫、シャ猫で、そう、なんか私普通普段 S サイズ着てて、 S サイズ頼んだのに丈が長すぎて、そうそうそう、で全然足がなんか絶対領域がないみたいな感じになっちゃって、着られてる、着られてる、そうそうそう、だからね、あの時にちょっとガーターを見せたっていう、あ、ちょっとめくってくれたんだ、ちょっとガーター、やっぱでも男の人的にはね、めくってもらう方が嬉しいですね、うん、あのすごくストロボ焚かれてたんで、あ、いいなと思って、はい、うん、ガーターが一番ポイントだったと思います。あ、やっぱり、うん、え、ちょんちゃんのコスプレのポイントとしては、私はなんか学園祭っぽいちょっと魔女っ子をやったんですけど、あ、なんだろう、自分の好きなウィッグかぶって好きな衣装着て、あんまりそういうハロウィンのコスプレっていうコスプレをしたことなかったんで、ちょっとマントとか帽子とかかぶってみて、うんうん、そう、マントがすごく長くって、あ、そうなんですよ、くるっとパーってするのがすごい良かったなって思いますね。自分の身長じゃ足りなくてヒール履いても結構踏んづけて歩いてて、あのゲームショーに出させてもらったんですけど、うん、そのゲームショーの時もマントのキャラの人たち全員、うん、あのこけてましたから、うん、ステージで、ね、マントは着こなしが難しいですね、うんうんうん、楽しかった。う、うん、今日の、うん、曲をね、3人で1曲ずつ持ってきてもらったんですけれども、うん、その曲について、おすすめポイントがあればお聞きしたいと思います。はい、はい、最初に流してくれるのが、はい、リアちゃんです。はい、リアちゃん、曲のちょっと紹介とか推しポイントとしては、推しポイント、うん、私が選んだのはハロウィンパーティーって曲なんですね、うん、で、ハロウィンジャンキーオーケストラっていう人が、作ってるんですけど、でも10月しか活動しないんですか、そういうわけじゃない、なんかあのルルカンシェールとかバンプスとかで、はい、あの活動されてるハイドさんが主催で、あの人気の、うんうん、アッシドブラックチェリーだっけ、はい、そうそうそう、あのイエスさんとかダイゴさんとか土屋アンナさんとかもいろんな人たち集めて一つの動画にしてるんですね。もう多分2012年とかのやつだからちょっと古いけど、でも豪華、そう、うん、めっちゃ豪華なメンツ でなんかハロウィンにちなんでちょっとそれを用意しました、うん、ぜひなんか気になった人は調べて動画見てください。もうすっごいです、うん、PV がね、すごい、そう、PV が、そう、あの今回、なんと前奏が長いから1分3秒から長くなるんですけど、前奏が本当に長いです。で PV でも前奏のところの映像もやっぱり楽しめるということで、うん、そうそうそう、はい、なるほどなるほど。じゃあ、チョンちゃんのおすすめソングを聞きたいです。はい、私が選曲したのは、まあ、ハロウィンにちなんだ曲で、アイドルマスターのキュンヴァンパイアガールというハロウィンの曲なんですけど、これも結構女の子が歌ってるのでキャピキャピしてるんですけど、ヴァンパイアって名前がついてる通りこうかぶってかぶりついたりとかの歌、こう歌詞で書いてあって、はい、すごい聞いてるだけで可愛いみたいな、噛まれたいみたいな、噛まれたい、噛まれたい、噛まれたいって感じの、いや、もうね、タイトルからしてね、可愛い、うん、めちゃめちゃ可愛い曲なので、うん、すごいおすすめしてます、普通に生きてたらキュンとか言えないですよね、うん、言えないタイトル言うの恥ずかしかったり、うん、えってなる、うん、で私がですね、うん、持ってきたのが、私が、やってるユニット、サキュバスとアバンチュールの、うん、ファーストの曲で、サキュバスとアバンチュールっていう曲なんですけれども、あのメンバー全員であの交互に歌ってて、うん、で、あーっていうところがあるんですけど、そこをちょっとセクシーにあーって言いたいから、あの全員5回ずつぐらい撮り直しをしましたね。はいはい、うん、じゃあ1曲目、私が用意したハロウィンパーティーって曲を、1分3秒から流させていただきます、はい、じゃあ聴いてください、どうぞ。今もは入ってないから、でも YouTube とか入ってるから、こっちは映してるよ、映ってさ、あー恥ずかしい、恥ずかしいや、すごい、ここで見えるね、あそこに、うん、you
ても大丈夫だよ。あ、しゃべっても、しゃべっても大丈夫だよ。これ、カットって言って固めてる。水気質もできるよ。言わなきゃ。もうちょっとだから、ハイレグ言った瞬間、嬉しそうな顔してるからね。いや、今、どんなハイレグなのかと思って、ちょっと、知らない。ちょっと見てた。あ、それはまああんまりハイレベルないんですけど、バニーマとかできる。足があの164センチしかないんですけど、あの戻すと80センチあるんですよ。だから半分足すごい。下半身しか成長してない。やばい。顔の下がもこれしかないから。うちの子供はすげえんだよ。170ある。はい。次が池原のこととか。池原のこと。参りましょう。いや、池原何するって感じだよね。もうね、うん、そのぐらいの話題で。あ、池原を撮影会やった。28日ちょっと行きたい。行くんだ。28日は行ける。やばい、すごい。見に行こうか。はい、聞いていただきましたのが、ハロウィンパーティーでした。すごいあのハロウィン感があって、そう、かっこいい、ね、すごいかっこいい、マジめちゃめちゃかっこいい。シングルもねかっこいいので、ぜひぜひご覧ください。うん、さあ、さっきね、話題で出ました池ハロなんですけど、正しくは池袋ハロウィンでいいのかな、うん、あ、確か、ね、池袋ハロウィン、ね、年に一度のね、あのハロウィン、うん、そう、池袋、2日間、そう、2日、ね、池袋街全体あれなるよね、街全体、うん、なんか決められた区間だけど結構街中出て、ね、公園とかね、変な人がいっぱい現れる自分が私たちが、じゃあ、ジョンちゃんは何日と何日でお出かけされますか。はい、今のところ28日をこう散策しようかなって感じです。はい、コスプレします。まだ悩んでるんですよ。一緒に行ける子が今のところいなくて、ちょっとここで行く、ここで行く、私と行く、行く、28日。というわけで、チョンちゃんと一緒にコスプレして28日歩いてくださる方募集中です。はい、リアちゃんは。あ、私は28と29両日参加します。どんなコスプレをするのかな、それがまだ決まってないです。あれ、じゃあやっぱここ2人で相談してね、行くしかない、行くしかない、行くしかない、うん、また来週だけどね。やばいやばい、やばい、そう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 、うん、じゃあ、初めて、初めて、私は初めて池袋ハロウィンに参加します。そう、なんか人がめっちゃ多い、そうそうそう、更衣室がめっちゃ並ぶっていう話を聞いてちょっとドキドキ朝から行かないとですね。私はですね、29日だけ行くんですけれども、うん、あの広角機動隊の、うん、草薙素子というあの例のハイレグのキャラクターをやります。すぐハイレグ去年、ね、初めて参加したんですけれども、うん、あのモリガンのコスプレを、ヴァンパイアの、はい、あのね、ゴリモリガンのコスプレをして、バニー、あの手持ちでバニーガールの衣装があったんで、うん、それに合わせてこう、うん、モリガンの発行して出てましたね。ハイレグだ、ハイレグでした。あ、ちょっと写真漁りましょう。もうすぐハイレグされる。29日池袋に行ったらヤカニュさんのハイレグが生で見れる。そうです、そうです、もうハイレグがもう私のところにいてハイレグが生で見れる、はい、そうなんですね。もうじゃあちょっとみんなね、初めてというかね、私も去年初めてだったし、うん、あのリアちゃん、ジョンちゃんも多分なかなかねコスプレイベントまだ参加してないと思うんで、コスプレをまず始めたきっかけからちょっとお聞きしていこうかなと思います。うん、はい、リアちゃん、ちょっとコスプレなんで始めたの。私は高校生の時だったかな、に友達に誘われて、なんかもう急遽イベント2週間ぐらい前にカンコレやろうって言われてめっちゃ急だしレベル高い感じって思いながら、なんかその2週間っていう期間の中でちゃんと偽装まで作ったっていうのが思い出、すごい。ぜひあのリスナーさんにカンコレとは何かっていうところから説明してあげてほしいかな。カンコレとは何か、DMM っていうところが作ってるゲームなんです。パソコンとかで、まあ、今だったら Android でもできちゃうゲームなんですけど、艦隊コレクションって、ね、そう、艦隊コレクション、略してカンコレ、そうそう、なんか カンムスっていうキャラクターを育てて戦う、そう、ゲーム、実際に言うと、そう、実際存在する戦艦を、そうそうそう、擬人化して可愛い女の子に、ね、したキャラクターが活躍する、うん、はい、絵が可愛いですよね。絵が可愛いけどやり込むとむずい、あ、難しいんだ、そうなんだ、案外ちょっと難しい、うん、あとなんかそのカンムスたちと一緒に
こうなんだあれはクエストじゃないけど出すじゃないですか。クエスト？クエスト？なんかあのマップで、ああ、うん、なんかシナリオみたいなの進めていくんですけど、うん、あれでカンムスたちが大破して死んじゃうと永遠のお別れって。大破は永遠の別れじゃないですよ。大破じゃない。大破は違います。激沈？はい、あ、激沈しちゃうとダメなんだ。強沈っていうんですよね。バカがバレる。困る。うん。そうなんかこうせっかくレベリングした。まあ、赤城だったりとかがこう強靭すると永遠の別れでさよなら、うん、キャラロストになっちゃうんですよ、ね、シビア、シビア、なんか復活しないみたいな、そんな泣いちゃう、もう結構愛着湧いちゃうよね、うん、なるほどなるほど、そっかそっか、え、あの、あ、そうそう、ちょんちゃん、はい、あのコスプレ始めたきっかけだ、あ、そうだ、そうそうそう、コスプレ始めたきっかけは友達に誘われて、あのジャンプエスターって12月にやってるイベントに、その時、うん、もうジャンプがすごい好きだったので一緒に銀魂やろうぜって言われて、銀魂誰やったの？銀魂のその時男装をして起きた総合くんをやりました。すごい、もうその時地毛でした。ショートカット、そうなんですよ、その時学生でこうショートカット だったので、こう冬休みだったし、こうヘアスプレーとかで染めて、めっちゃ見たい、めっちゃ見たい、このあとツイートしようぜみんな、やばい、すごい、男装のイメージがない、うん、ないない、可愛いから、うん、そうそうそう、たまに女子力を感じる、いやいや、たまにしかやらない、すごい、男装したことあります？ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとおっぱい潰すのがちょっと、ね、今全員セクハラを受けました、セクハラが、はい、すいませんでした、嬉しいです、ありがとうございます、あの見てく、あの、ね、あのこちらの YouTube で、YouTube で見たら分かる、濡れてるのがバレる、今も実は T シャツこれパツパツ、あ、ね、そう、弾けそう、弾けそう、リアちゃん何カップですか？え、これ放送してていいの？ダメだって、ダメだって、あの、こそっと僕に教えてください、気になる方はツイッターの方お願いします、ツイッターします、ワールドカップ、ワールドカップ、なるほど、ね、まだおっちゃんが一人おるからね、もうあのこのラジオでも有名な王子さん、王子さんがずっと見てくれてるんで、いや、入りぐって言ったらすげえ反応する、バラしちゃダメ、バラしちゃダメ、いやいや、私コスプレ始めたきっかけが、あの去年の夏ぐらいに、あのゼロから始まる異世界生活、ゼロから始める異世界生活っていうアニメがあって、それのキャラクターがすっごい可愛いから、それやろうと思って、流行ったあのメイドさんの双子ではなくて、ヒロインの方 あのエルフちゃんの方、ハーフエルフちゃんをやったんですね。でそれが初めて、あの去年ドームスティで、あの本当に趣味の感じでたった一人でこう一人で行った遊園地にたった一人で行ったんですよ。今から考えたら勇者すぎるので、勇者すごい。でそのあと9月のゲームショーに、あのたまたまその企業さんに出させてもらって、それからあのプロコスプレイヤーとして活動を始めた感じになるんですけれども、今でも、あのコミケとかね、あのコス掘りとかね、いろんなこうコスプレイベントがあるんですが、そこをすごい、まあ、ハイレグ着て歩いてますね。みんなが撮ってくれるのがすごい楽しいですよね、楽しい、衣装とかも頑張って作るとかね、用意するわけだし、あのメイクも気合入るわけだし、もうドキドキしますよね、ドキドキする、楽しい、はい、じゃあちょっとそろそろですね、曲の時間が迫ってまいりました。2曲目のご紹介をどうぞ。はい、2曲目はですね、私のおすすめするアイドルマスターのキュンヴァンパイアガールです。はい、これみんな定番やね。サケバスだから。あれでもみんなからだと。ニャンニャンじゃない。じゃガオとか。そうガオなの。ガオ。これで僕やったら、あの思ってる音可愛くないよって言われた。確かに。だからこうやってこんなのがすんねんけど、みんなが思ってるほど可愛くないよって言われる。思ってるほど悲しい。めっちゃ可愛いと思ってんねんけどね。悲しい。スノーだ、スノーしたら可愛いかもしれない。そうそう。漏れる。漏れる。スノーってさ、すっぴんでもさ、なんかそれなりに、ね。そう、ね。さすが。でもコスプレメイクしてる時にスノーは怖い。なんかめっちゃ。エイリアンになっちゃうからね。ここの後言ってもらった後に、次回の放送の時間もちょっと言うから、今で言ったら、先に。これを見とくしちゃいますね、あれ
あ、これだ、これだ。これです。はい、すみません。新しい音、すいません。終わったらすぐ向けりたいのからの告知入っちゃって。あ、宣伝の方がゆっくりに告知いけるから。うん。ちゅうことで。はい、それでは、曲をが終わったところで KB タイムからの告知をさせていただきたいと思います。まず10月22日 KB 撮影会、そしてその次が10月29日 KB 撮影会、ちょっとポイントなどを教えていただきたいです。そうですね、はい、22日は、新宿区江戸川橋の方なんですけども、そこで、まあ、コスプレイヤーさんが出てもらう。実は29日の方が同じ池原の話ってじゃないですか、うんうん、29日に池プロでしちゃうんですよね。おハロウィンの隣で、じゃあもう行って帰って人通り回れますね。そうなんですよ、はしごしやすい。そうなんです、やっぱりこう街中で撮るのとスタジオで撮るのが違うっていうお声も聞いてるので、うんうん、もうそれやったらぜひとも池プロで借りちゃおうかなと思って借りました。おお、すごい、すごい、はい、そしてですね、11月12日大撮影会イベントコスプレシティが開催。築地オフィスビルに事務所サークル撮影会から人気コスプレイヤーたちが集結します。現在 KB コレクションやウルシャンティを中心にコスプレイヤーが参加いたします。詳細は KB 谷さんのツイッターよりと書いてあるんですが、いかがでしょうか。そうですね、これは200坪のスペースの中で撮影会をするんですけども、うん、やっぱりその撮影会ってここにやってるイメージが多いんですよね、うん、ただ事務所さんとかもうみんなで合同でしちゃうよと、でいろんな女の子と交流して、うん、僕のおすすめは参加者がツーショットを上げてる姿が一番可愛いという。あー、そうなんですよ、確かに確かに、そうなんですよ、奇跡のコラボがあるかなと思いながらもいつもニヤニヤして見てます。じゃあちょっと詳細皆様検索ので、はい、ぜひともツイッターで検索してください。はい、よろしくお願いします。そして11月26日いい風呂の日ですね、はい。千葉県、フェスティバルウォーク蘇我にてアニメッセジャパンイタシャイベントコスプレイベントが開催。会場内でたくさんのイタシャの展示やコスプレイヤーと交流でき、人気投票も行われます。コスプレシンデレラグランプリ、イタシャグランプリで優勝された方はなんと人気イタシャ雑誌イタシャ天国にカラー掲載、さらに渋谷街頭ビジョンモディにも放送予定。普段は歌舞伎座で演奏している三味線奏者の限定ユニットのステージからライブライブパフォーマンス、男性アイドルライブなど楽しめるステージがたくさん。コスプレイヤーもイタシャオナー様もエントリーお待ちしております。ということで詳細はアニメステージャパンで検索をお願いいたします。お願いします。お願いします、はい、ちょっと早いんですけども、うん、来月はうち の KB タイム11月の10日18時半から放送します。お、実はこの日もコスプレイヤーの方が来てくれます。アニメステージャパンの公式でイメージガールをしてくれてる 3名のコスプレイヤーがゲストなんですよね。はい、同じここで。そうですね。さて、ほんであとは今からみんなの告知をしちゃってください。はい、じゃあジョンちゃんもし何かあればぜひ。はい、私は直近ではちょっとないかな。あ、10月29日のさっき告知あった KB 撮影会さんの方で初めて撮影会をさせていただきます。でその他は、秋葉原の方で撮影会やってますので、ツイッターの方をチェックしてもらえると嬉しいです。ちょっとツイッター一回アットマーク以降ちょっと言っちゃうかな、はい、そしたら ID の検索で、皆さんメモの用意はいかがでしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。いきますよ。 CHON_17、 もう一回、ローマ字ね、チョンチョアンダーバー17で、めっちゃわかりやすい。それわかりやすい。それわかりやすい。うん。ローマ字でちょんちょアンダーバー17で検索してもらえると出てきますので。17なんですね。はい。17で、17です。うん、じゃあ。ちょんちょんでもツイッター出やすいですよね。そうですね。漢字の点って書いてちょんって検索してくれると出てくると思います。じゃあリアちゃんの方告知からお願いします。はい、リアの告知はですね、11月12日さっき言ってた大型撮影会イベントのコスプレシティで、撮影会をさせていただくことに急遽なりました。おー、ありがとうございます。で11月26日のさっきのいい風呂の日の千葉県フェスティバルウォーク蘇我も遊びに行きます。おー、はい、私はそれぐらいですね。ちょっと初めての
撮影会なのでちょっと緊張ドキドキなんですけど頑張ります。よろしくお願いします。ちょっと私の手触りによると F カップぐらいはあるこのおっぱい、うん、G カップかな、あれもちょっとお口をミフィー、はい、はい、ちょっと皆さんね生で見られるチャンスゲゲ、はい、ということで皆さんぜひ来てください。はい、そして私、ゆうかにゅんのコスプレなんです、コスプレじゃないや小口なんですけれども、まずツイッターがですね、ゆうかにゅんそのままひらがなで検索、ゆうかにまで入れると多分一番上に出てくるはず、はい、ゆうかにゅんで検索をしてください。そして大きい告知が、10月の、26日に、ライブをに出ます。ライブ出るけど出るのはもうあのツイッターとか見てねという感じになります。はい、そして、11月11日ポッキーの日ですね、11月11日13時からソフマップで、リリーベがあります。私のファースト DVD のリリースイベントとなります。はい、でですね、リリースイベントは1部と2部が多分あると思うんですけれども、その両方出るためには2枚同じものを買わなければいけないんですね。で、まあ普通そうなんですけれども、私はですねちょっとそれが申し訳ないと思ったので、2枚購入してくださった方に、スペシャルバニーロムをプレゼントいたします。はい、までそう続きもう同じの2枚だからね、ちょっとあれ申し訳ないんで、であの、うん、というわけでハイレグが見れます。はい、はい、さっきねツイッター言うの忘れてたから言ってもいいですか。あ、どうぞ。はい、リアでその次にアスタリスクのマークをつけてくださるともしかしたら出るかもしれないんです。で、ID 言いますね、はい、REAH1122 リア1122って出ると思います。 R I じゃなくて E R E R E A H で1122誕生日なんです。おお、11月22いい夫婦の日。おお、すごい。いや、まだねいいフローの日に撮影会来てくださる方はリアちゃんにプレゼントを持って、うん、はい、大丈夫みたいな、ぜひともぜひとも、はい、そうです。で、すいません、私の告知をちょっとあの長くて申し訳ないんですけれども、ただいまライブ活動をですねソロでしておりまして、そのソロでのオリジナル曲マチ曲の CD3 曲入った CD が1月10日に発売となります。はい、というわけで、まだライブに、ね、来たことがない方も、まだフォロワーじゃない方も、ぜひともあのフォローの上、ライブに足を運んでいただけたらと思います。はい、というわけでそろそろ曲のお時間ですね。曲行く前に今日は3名めちゃめちゃ可愛い子を呼べてすごい良かったなと思います。わー、嬉しい、優しい、ありがとうございます。では最後にお別れをしながらも、あ、言いましたね、はい、はい、お別れをしながら曲紹介お願いします。はい、というわけで、私ゆかにゅんの、おすすめ曲サキューバスとアバンチュールです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あったり